キャプテン D はアメリカ合衆国のファストカジュアルチェーンストア。シーフードやフィッシュチップス、そして低炭水化物を特徴としている。本社はテネシー州ナッシュビルに位置している。対抗企業はロングジョン・シルバースである。1969年8月15日、ミスター D の名でテネシー州ドネルソンに1号店が開店した。D は 経営者の一人、レイダナーの性のイニシャルである。2007年、ネーションズレストランニューズで改良メニュー部門でメニューマスター賞を受賞した。近年では大幅なブランド改革を行い、2年以上売上伸び率が同じであった。この成功はフランチャイズの拡大につながっている。2013年、ニュースサイトナッシュビルポストにより、フィルグレーフィールドが CEO 賞を受賞した。ノースカロライナ州エリザベスシティのサウスゲートモールにある店舗。この建物は以前のプレート状のロゴを使用している2000年の破産後2002年テキサス州ダラスを基盤とするローンスターがショーニーズを買収した。メリーランド州ティモニアムを基盤とするグロテックキャピタルグループ社とマサチューセッツ州ボストンの 未公開株式投資会社、チャールズバンクキャピタルパートナーズがサジタリウスブランドを組織し、2004年12月、1億5000万ドルでキャプテン D を買収した。キャプテン D のオーナーは、デルタコも創業している。2010年、サンキャピタルパートナーズに買収された。2012年、キャプテン D は、スーパーサラダから、グランディーズを買収した。2013年、 サンキャピタルパートナーズはキャプテン D をセンターパートナーズに売却した。この売却はロイター・バイ・アウト・マガジンで改革賞に選ばれた。ありがとうございます。